ロナルド・チャールズ生は、アメリカ合衆国、ワシントン州タコマ出身の元プロ野球選手、ウト右ミギウチ、ザ・ペンギンのニックネームで親しまれた。1966年の MLB ドラフト19巡目で、ニューヨーク・メッツから指名されたが、契約せずに、ワシントン州立大学へ進学した。1968年6月の2時、ドラフト3巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、 プロ入り。1971年にメジャーデビューし、2年後の1973年に、レギュラー3類種に定着。翌1974年より1類種、スティーブ・ガービー、2類種、デイビー・ロープス、遊撃手ビル・ラッセルと共に、8年間不動の内野陣人を築き、オールスターにも6年連続で選出された。打撃では、 1975年から1985年にかけて50日間に及ぶストライキで中断した1981年を除いて毎年20本類台以上を放つなどコンスタントな活躍を見せた。1981年のワールドシリーズでは20打数7アンダ6打点の活躍で3人選出されたシリーズ MVP の1人となる。 シカゴ株追跡後の1984年も25本類打97打点をマークし地区優勝に貢献。オークランドアスレチックスでプレーした1987年に引退。ニックネームのペンギンはトミーラソーダが名付け親との記述もあるが実際には大学時代の監督が口にしたペンギンのようだという発言がそのまま定着したものである。ペンギンのような よちよちした走り方になったのは、幼少の頃にかかった小児麻痺により、下半身が不自由な状態になってしまったのが原因である。ありがとうございます。